リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリンタです。はい、本日の動画はですね、先日生まれました青大将と言っても生まれた次の日なんですけれども、撮影しているのは、はい、その青大将のケージ作りっていうのをね、今していこうかなっていうところで、動画を回してみました。はい、で、まだ、2個の卵はね、生まれてないです。で、生まれた子を今ここに入れているんですけれども、これもともと、レオパが生まれたら、その生まれたレオパを管理する用のケージとして、まあ、買ってきて、穴開けて、で、生まれたら、細かいところの、脱走防止っていうのをね、やっていこうかなっていうので、買ってたんですよね、もともと。このもの自体は。で、封印されてて、その時もね、湿度の管理があんまりうまくできてなかったっていうのと、ちょっとね、卵を確認するタイミングが遅くて、保温するのが遅れちゃったんですよね、その時。で、それで温度管理がうまくできなくって、ちょっと、残念な結果になってしまったっていうのがあったので、今回はね、その残念な結果にならなかったので、青大将は。なので、この形状をね、改造していこうかなっていうところでございます。で、今この入ってるやつじゃないのでやっていくと、よいしょ、この一番下のでいいかな。ここにね、隙間があるわけですよ、こんな感じで。明らかに。っていうのと、ここの背中の背面も、ここに隙間が生まれてるんですよね。なので、ここの隙間を埋める形をとって、脱走防止ってところですね。で、手前のこの前は、しっかりこんな感じでね、見えるかな。よいしょ、ほら、こんな感じでね、隙間がないので、こっちは特にやらなくていいとは思うんですけど、ちょっとこの上の隙間防止っていうのをしていこうかなってところでございます。もうね、空気穴だけは開けてるので、いい感じにね、湿度が逃げるようにはなってるんですけれども。で、あとは、中に関しては、一応ね、ちっちゃい子用の、なんか、器として買ってきた、水入れですね。これは。水容器と、下はキッチンペーパーで、っていう風にしようかなと思っております。他のうちの子のケージたちっていうのは結構ね、なんかレイアウトをしてるんですけど、ちょっとちっちゃい子なんで、あんまり大きいケージにしちゃうのはっていうので、ちょっとこれぐらいのサイズで、うまくできるようにやっていこうかなと思います。ちょっとなんかいい方法を思いついたので、それでやっていこうかなと思います。今の考えとしてはですね、こう、裏返しにして、この角と、ここね、ここと、ここに、この隙間テープ、これ。この隙間テープをはめることによって、逃げ口っていうのをね、なくそうかなと思ってます。で、背面をどういう風な形にするかをちょっと考えてやっていこうかなっていうところでございます。じゃあね、実際ちょっと、やりながらっていうか、切ったり貼ったりしてみてどうなるか、この後やってみたいと思います。はい。ってことで、いい感じになったんじゃないかなというところです。はい。すごい DIY な感じなんですけれども、隙間テープをここに入れたのと、ちょっと、これをね、こうやって入れると、すっごい細かい話なんだけど、ここのところにもね、隙間ができるのよ。ここ。ここね。ここ。で、この隙間のところから万が一、こう、ぬって、にゅるって出たら嫌だなと思ったので、ここのところの、隙間もね、埋めるような形で、ここに、一個綿を入れました。で、ここもこんな感じ。で、背面は、いろいろ悩んで、最初プラ板貼ろうかなとか思って、グルガンとか用意しようかなと思ったんですけど、なんかグルガン用意するのめんどくさいし、量産したいので、3個4個っていう感じで。なんで、布テープを貼って、表面とかね。で、裏面を、裏面の粘着のところにも、はい、こんな感じで。はい。布テープを貼ることによって、万が一ね、逃げてもベタって、入らないじゃないや。
はっつかないようにしております。はい、じゃあこの状態で実際に、中を入れていくとどうなるかっていうと、こんな感じ。はい、こんな感じで入ります。そしてね、こんな感じでずれなくなるんですよ。で、裏面で見てみるとどんな感じかっていうと、はい、綿があんな感じでね、はい、うまく詰まってる状態ですね。はい、こんな感じで、はい、そしてここもね、ほら、まあ、押せば、この外側から押せば隙間を作ることはできるんですけど、中から縫って出てくるっていうのは難しいと思います。で、さっき言ってたあのここのところも、ここね、はい、こんな感じで隙間を防止して、こっちも隙間を防止、そしてこっちもね、こんな感じで隙間が防止されているので出てこないっていう寸法でございます。ちょっと中に入れてみましょうか。生まれたばっかりの青大将ちゃん、なんか本来は水入れなんだけどっていうところでくるっと丸まってますね。すごいちょうどいいサイズ感ですね。よし、こんな感じ。うん、これなら脱走はするところないね。うん、でここも隙間が埋まってるから脱走するところがないないない。お、いいね。はい、ということで100均で買えるもののみで、作れますね。ちなみにこの器、これ2枚セットで100円です。で、この入れ物、これ1個で100円です。で、この、隙間テープ、これがですね、何十センチか忘れたけど、これも100円です。で、プラスもう1個ここに今貼った隙間テープ、あの、今、新しく切ってるんですけど、こういう感じのなんかね、隙間テープがあるんですよ。なんか、あの、わたわたになってるやつ。こっちはね、どっちかあったら、あれですね、窓とかの隙間に多分、使う用途が強いと思います。結露しないようにとか、そういうのとかに使う隙間テープだったりとか、あとは隙間風、引き戸とかの、 あの隙間風防止用のね、あのテープにはなるんですけれども、これも100円で、この布テープももちろんのごとく100円なので、まあ買ったものでいくと1,2,3,4,5,500円で掲示自体ができるっていう状態ですかね。ただまあ布テープとかに関しては、あのめちゃくちゃ、メートル数はあるんで、900円ぐらいあれば、あの他のケージもこんな感じ、あの、この後ね、作っていくんですけれども、できるかなっていうところでございます。うん、いい感じでできましたので、あと量産していきたいなと思います。ちょっとこの後量産していきます。はい、ってことで量産完了でございます。はい、全部こんな感じでね、作りました。あとはもうほんとこういう感じでね、スッと、ほいどう、ほい、これもね、はい、これもスッと、ほい、そしてこれも上からスッと入れてやって、ほいほいほいって感じでね、あとは水入れをこんな感じで入れてやれば使えるという寸法でございます。当分はね、このケージでいけるんじゃないかなと思います。ただ意外と成長が早いので、青大将は、なので成長してきたらまたケージは変えていくっていう形になるんですけども、まあ、そうなったらあれかな、100均に売ってるシューズケースが一番いいな。シューズケースの蓋のね、密閉具合がめちゃくちゃいいんですよ。あの、爬虫類 YouTuber とかの方もね、結構そのシューズケース使ってる方多いですし、あとはコンテナボックスかな。100均でコンテナボックス最近売り始めてもいるから、あの、そういうコンテナボックスの大きいやつでもいいですし、まあ、成長してきたらそれに合わせて、作っていくっていう形になるかなと思います。一旦はこれで。で、これがね、使い切ったとしても、その後、ね、例えばレオパが生まれたらレオパ、入れたりだとか、あとは、まあ、青大将がね、また繁殖したら、青大将ここで育ててあげたりとかっていう形を取れますし、で、青大将はね、ある程度育ったら、まあ、自然保護じゃないですけど、
あの自然保、自然保全活動かに近いんですけれども、アオダイショウが結構乱獲されてるっていうのがあって、あの野生にアオダイショウを返そうっていう企画に私も参加してるので、その時にはあのうちの子がねある程度育ったら野生にまた返してあげてっていうことをしていこうかなっていうふうに考えております。お、中で動いてるね。うん、窮屈そうじゃないんで大丈夫かと思います。ケージの作り方としては、トグロを巻いて、それを一辺として考えた時に、トグロを巻いた状態の、8倍、何倍だったっけ、4倍、6倍、なんか忘れちゃったけど、それぐらいのサイズがあるとケージとしてはいい感じっていうところですね。長さに対してっていうのではなくて、トグロを巻いた時にそのトグロをのヘビちゃんを 1,2,3,4,5,6,7,8 ぐらい置けるぐらいの大きさがあったらいいかなと思います。4倍はちょっとさすがに狭いかな。うん、これトグロ巻くとね、この器1個分って感じで考えると、この器がねこの中で6個7個ぐらい入るかなっていう状態の大きさになるので、それぐらいのサイズ感があればね、この子たち生活っていうのはできるので、いいかなっていうところです。フクロモモンガとかね、哺乳類とかはやっぱりもうちょっと大きいケージにしてあげないと狭いっていうのがあるんですけれども、こういう子たちはねあんまり大きいケージじゃなくても大丈夫っていうところですね。まあそれは動物の個体によって、あと生態によってとかで、ケージの大きさっていうのは変わるので、それこそ裸デバネズミはね、すごいでっかいケージにした方が元気に育つっていうのもありますし、サイズになんか結構動くらしいんですよ、裸デバネズミって。で床掘って掘り掘りしながら穴を掘りながら暮らしていく動物なので、そういう時には必要かもしれないですけれども、このヘビちゃんの場合だったらこれぐらいのサイズ感でいいかなっていうところでございます。はい、ということでね、これサムネにしたいなって思ったので、ちょっと後ろにある YouTube の画面を消したいんだけど、マウスのカーソルが見当たらない。あ、出てきた。はい、よいしょ。ちょっとね、YouTube ミュージック聞きながらね、作業しておりました。これがすごいいい感じじゃない、サムネイルとして。この紐邪魔。こうやってね、サムネイルの撮影もしながら、一緒に動画をね作っていってるっていう状態になっておりますね。はい、これもうちょっとでこういう角度だとヘビさんも見えてっていう状態でいいんじゃないですかね。お、いいじゃん、これにしよう。ちょっと反射するね、反射するけどヘビさんが見えるんで大丈夫でしょう。はい、っていうところでこんな感じで量産できました。あと2匹分はねこれでケージを作ることができます。まあね、青大将は2匹でうちカブとロメが暮らしてますけれども、2匹で暮らしてても喧嘩してないんで問題はないんですけれども、できればね、一匹でケージ入れといた方が安定はしやすいかなっていうところではあるので、一旦この子のケージっていう形でやっていこうかなと思います。で、残り2個生まれたらこっちに入れていこうかなっていうところと、そのうち一匹はね、私の友達に、譲渡する形にはなってるので、譲渡していきたいなっていうところでございますね。はい。あとはこれはね、ケージが開いたら次はレオパのケージとして使ってったりとかっていう形で、サイクルしていこうかなと思っております。はい、ということでね、本日は、青大将のねケージを作るという動画でございました。ほんと100均の素材でねこうやって作れますので、いろんなアイディアをね出して作ってみてはいかがでしょうか。はい、というところでございます。はい、本日の動画はこの辺で以上となります。もしよろしければこちらのチャンネル登録、そしてTwitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。あと最近スーパーチャットが解禁になりましたので、まあ、もしよろしければね、スーパーチャットとかもご利用いただけたら嬉しいななんて思ったりしております。はい、では以上となります。以上、リトでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。